頭から順に姿を見せますが、各コーナーの皆さん応援よろしくお願いします。さあ、それではレースのフォーマットをご紹介します。今日は周回数41周のレース、時間で途中センチカーなどでレースが伸びてしまった場合も70ポイントを迎えたところです。さあ、最高列のマシーンがまもなくグリッドロックオン確認になるか。今最後の車両がじわじわとグリッドに近づいてきている。22台のマシーンが今グリッドに来ました。さあ、グリッドが振られた集団に注目しましょう。3列、4列、オールレッド、ライトアウト、今スタートになりました。2023年全日本スーパーフォーミュラー選手権の第6戦決勝レースの11周以来にスタート。今いいスタートを見せたのはカーナンバー5番の牧野忠介がいいスタート。そしてアウトサイドから山本直樹がいったか。山本直樹がアウトサイドから3番手に上がっていた。山本直樹が3番手、カーナンバー64、2番手がリアブローを取った。そして5番手に現在宮谷友が取り返しています。
速300キロのスピードに酔いしれてください。今1周目を終えてレース2周目に入っていきます。リーダーは牧野忠輔。さあそしてメインストレートでは最後まで最後見当たりのもと今 CCR コーナー1コーナーで最後まで最後は
差はあるいはスタート直後でちょっとエンジンストールなどがあったかも分かりません。山下健太が大きく順位を落としているのが気になります。山下健太は8番手のスタートだったんですが、現在は17位にポジションを落としています。そして今初戦の笹原雲は現在20番手ということで、今現在レースを進めています。さあ現在エンストレートなんですが、サイドバイサイドのバトルになるか。平川翔太、そして小林信也
前を向きまして、同じカラーリングにはなりますけれども、すごい日のチームメイトであります高橋次第のコツは打ちました。さあポイント圏内に上がってきています平川陽、果たしてこの後どういう戦略か。さあそして今九州を終わってトップが10周目に入りました。トップが10周目に入りました。さあ一つのキーポイントになります。トップが10周目に入りました。今ヒットのメカニックの素早い作業でこのままトップを守れるか。早い